穏やかで柔らかな日差し、ポカポカ陽気の日が増えてきました。みよこニュースの時間です。3月23日には22日間の会期の3月定例議会が終了し、平成22年度の予算が可決されました。平成22年度予算は人々が力を持ち寄り心を一つにしてことにあたる共同心をテーマに、市民の不安を解消するための経済・雇用対策と福祉・教育に重点を置いた積極型の予算となりました。一般会計予算の総額は218億9500万円で、平成21年度に比べ 3.4% の増額になっています。新年度予算の内容は地方みよこ4月号や市のホームページのほか、このみよこニュースの中でも順次紹介していきます。それでは今週のみよこニュースの放送内容をお知らせします。この後は市内の出来事で地域 ICT 利活用講演会とみよこ和太鼓フェスティバルの話題をお伝えします。その次は県からのお知らせです。続いて食水さんのあっぱれクッキング、今回は12月に放送して好評だった大根と豚ひき肉の炒め煮の再放送です。次は楽々体操です。お腹周りをスッキリさせる体操の最終回、ウォーキングをお送りします。続いて元気で長生き健康情報、妊婦さんや旦那さん、家族などを対象にしたパパママ教室を紹介します。今回も最後までご覧ください。それでは市内の出来事をお伝えします。ここでは市内の出来事をお伝えします。まずはじめに地域 ICT 利活用講演会の話題です。インターネットなどの情報通信技術による地域活性化などを考える地域 ICT 利活用講演会が3月10日新井総合コミュニティセンターで開かれました。この講演会は妙高市などで主催したもので、タイトルにある ICT とは日本語で情報通信技術を意味します。市内に整備されたブロードバンド環境の日常生活や地域活性化への役立て方を学ぼうと企画されました。当日は約100人が参加する中、第一部で長岡技術科学大学の山崎克幸教授が講演されました。山崎教授は観光や商業の活性化のためインターネットによる情報発信を提言、市内の観光施設のホームページを良い事例の一つとして紹介しながら、良いホームページの見本にはこまめでリアルな情報の更新やローカルな情報の提供などが行われているなどと話しました。また有効な情報発信手段としてブログの活用や動画投稿サイトへの映像配信なども挙げていました。合わせて動画投稿サイト上にある妙高市のチャンネルや、山崎教授も協力したブロードバンド環境を活用した妙高市の取り組みも紹介されました。山崎教授の講演を参加者の皆さんはメモを取るなどして熱心に聞き入っていました。いい加減な番組でございます。行き当たりばったりの番組でございましてね、観光資源とかいろんなのがあるとかあると思えば、何にもないところもあるんですね。第2部では現在妙高チャンネルで放映中の我が町の妙高一番に出演されている落語家三遊亭白鳥師匠が登場。白鳥師匠は番組の撮影の時に出会った妙高の人々とのエピソードなどを紹介したり、落語を一席披露して会場の爆笑を誘い大きな拍手を浴びていました。批判にしてください。知り持ちというお話でございます。続いて妙高和太鼓フェスティバルの話題です。それ
妙高市などで活動している和太鼓団体が出演する妙高和太鼓フェスティバルが3月14日妙高市文化ホールで開かれました。妙高和太鼓フェスティバルは新井文化振興事業団の主催で開かれているものです。3回目の開催を迎えた今年は妙高市、上越市、糸魚川市で活動している和太鼓団体7団体総勢130人が出演、力強い太鼓の響きを文化ホールの大ホールいっぱいに響かせ、足を運んだ皆さんを魅了していました。またフェスティバルの最後には特別アトラクションとして出演団体のほぼ全てが参加した合同演奏も行われました。合同演奏ではステージに出演者が一堂に会し、勇壮な太鼓の演奏を響かせました。今日が初めてだったのでドキドキしたけど、うまくいってよかったです。間違えそうになった時に体が勝手に動いて叩けたので、ああよかったなと思いました。少し緊張したけどうまくできてよかったです。今日は3曲の曲を叩いたけど、その中で三宅が一番うまくいったのでよかったと思います。少し間違えてしまったので、今度間違えないようにしてもう一度このステージに立てたらいいと思います。いつもよりもちょっとお客さんも多いし、いつも以上にちょっと力いっぱい打ったり掛け声が多かったり、そういうところが良かったんじゃないかなというふうに思っています。これだけの団体がね、一緒に会してやるってことは本当に難しいことですので、同じ曲を演奏するということでね、こう一体感というのを広がればいいと思うんです。でこの演奏をまた放送されたり、見に来てくれた方が私たちも太鼓やってみたいなと思ってもらえれば、とってもありがたいんですけどね。次は県からのお知らせです。県立中央病院では市民がん公開講座を4月17日に開催します。会場はリージョンプラザ上越のコンサートホールです。講演では実際に診療を行っている医師が講師となって、診療現場の内容を中心に分かりやすくお話をします。肺がんの症状診断では、肺がんを疑う症状や肺がんとタバコの関係など身近で気になる内容をお話しします。また治療についても実際に治療を行っている医師がお話をします。特に肺がんの薬物治療では、肺がん薬物治療の第一人者である新潟大学准教授の吉澤博久先生を講師にお招きし、最近の薬物治療の進歩についてもお話しいただきます。県立中央病院市民がん公開講座は入場は無料で、事前の申し込みは不要です。どなたでもお気軽にご来場ください。県立中央病院市民がん公開講座についてのお問い合わせは県立中央病院へお願いします。次は食水さんのあっぱれクッキングです。